さあ選手紹介、連続KO勝ち、まさに怖いもの知らずの21歳の若きチャンピオンです。ものすごい歓声の中、日本ボクシング界最後の切り札、KO 仕掛け人ロイヤル小林紹介されました。白井さん、はい、なんとも言えず試合の前から緊迫感の高まるタイトルマッチですね。ムードがね、最近にないその上がりようですね。緊迫感って言いますかね。小林さんどうですか。はい、もうとにかくお互いにですね、ハードパンチャー同士、しかもその一番タイトルチャンピオンにですね、取る可能性のあるのがこのロイヤル小林じゃないかという意味でも、みんなファンがね、もう一心に願ってる試合だと思うんですよ。日本はこのところ世界タイトル挑戦12連敗と不名誉な記録を残しておりますが、このロイヤル小林がそれをストップできるか。世界1位チャンピオンゴメス、さあ第1ラウンドが始まります。ゴングが鳴りました。第1ラウンド、いきなり右フックを打ちました。チャンピオン、ね、挑戦者のロイヤル小林です。まあ小林がどういう風な戦法で出るか、ゴメスがですね、どういう風にこれを迎え撃つか、この辺は興味の的ですね。そうですね、ことにね、このチャンピオンね、若いチャンピオンはですね、前半ちょっとね、エンジンかかんないんですよね。まあそういう意味でね、やはり 前半攻めることもこれもまたいいんじゃないかと思いますね。今回の練習でもロイヤル小林は練習相手をコーナーに、あるいはロープに釘付けにして連打をするという、そういう練習を主にやりました。一方のチャンピオンのゴメスはロープに下がって相手をうまく左右へ動いてかわすという練習をしました。お互いに相手をよく研究しております。今晩のタイトルマッチ、左のアッパーカット空振りです。ロイヤル小林、やや顔面が好調しております。挑戦者のロイヤル小林、リングの中央、このチャンピオンね、目がいいんですよね。あ、目がいいですね。さあチャンピオンがですね、いつも見せる軽快なフットワーク、これを見せるかと思いましたが、第1ラウンド開始早々はあまりチャンピオンが動きません。さあロイヤルの攻撃です。ロイヤルロープへ詰めた。ちょっとミスがね、目立ちますけどね。ちょっと空振りがありますが、小林さん、はい、ロイヤル小林はこれでいいんでしょうね。いいですね。ただちょっとまだ硬いですね。あい気持ちでね、打てるといいんですね、はい、スピードで当たったらね、なんと強くすることも必要なんですね。おっとワンツーを打ちました。それを返した、しかし空振りです。右サイドからショートアッパー突き上げた。お互いにアッパーカットは得意です。まあちょっとね、この両者ね、KO 率がもう素晴らしいですからね、目離せないですね。緊迫の第1ラウンド、ロイヤル小林にやや硬さがありますが、ワンツーを打ちましたが、左のボディーブロー、これはいいボディーブローです。なかなかいいパンチですよ、あのボディーブローでもね、シャープですね。まあ小林は何としてもその動きの速いゴメスの、おっと小林の攻撃です。顔面好調のチャンピオンゴメス、21歳、ロイヤル小林は28歳のベテラン。いいボディーブローです。ナイスボディ、おっと左引く空振り、思い切って打ちました。空振りです。これはね、やはりあれですね、試合前に言った通りいい試合になりそうですね。チャンピオンのゴメスはいつものような軽快なフットワークがちょっとありません。ロイヤル小林がまず好調なスタートを切りました。今晩のタイトルマッチ、2ストレート空振り。なんとしてもタイトルを取ると宣言をいたしました挑戦者のロイヤル小林です。ここで第1ラウンドありました。緊迫の第1ラウンドどうですか。このラウンド10対9で白井さんの採点は1ポイント小林が取りました。
それではここで両選手の体格の比較表をご覧いただこうと思います。身長で1センチゴメスが勝ります。体重はゴメスが 55.1キロ、121ポンド2分の1、小林が 55.2キロ、121ポンド4分の3、いずれも1回でパスいたしました。リーチが5センチゴメスが勝ります。ゴメスにとりましてはこれが初めての海外での防衛戦、そして7月の11日、初防衛をして以来顎の骨折などがありまして半年ぶりのリングということで、まあ、このあたりが試合にどういうふうに影響しましょうか。ちょっと白井さんね、はい、そういう面でゴメスが硬さがあるような感じがするんですがどうですか。うん、やはりねそれに負傷したということはねこれはね何かの形で残ってますからね。ロイヤル小林も小林さんちょっと力みがありますね。そうですね、まあ、今ウォーミングアップみたいな真似してますけれどもね、まあ、リラックスなことですね努めてね。まあ、確かにこの1回目はね接近してうまく攻めましたからね。小林としてはゴメスのペースにならないうちになんとかそのゴメスを痛めつけてしまうという戦法が一番いいんですよね。まあ、一番いいんですね。まあ、それもね力まず自然に打ちたいですね。小林の強いボディーブローです。小林のボディーブローではほとんどのパートナーがダウンをします。それほど強い左のボディーアッパー、それが今見事に決まりました。またボディーブローです。ロープに追い詰めた。ただねチャンピオンね目がいいですよ小林。やっぱりコーナーで詰めたいですね、うん、やはりロープの真ん中ですと回られてしまうんですよね。おっと左フック顔面を捉えた。左フック顔面を捉えました。強いパンチ、また左フック。さあロープに追い詰めた。アッパーカット、今度はボディーブローです。ゴメスのボディーブロー。打ち合いになるから面白いですね。小林は打ち合いが望むところです。おっとワンツーだ。おっと効いた。今のライトはすごいパンチですよ。チャンピオンのものすごいワンツーが決まりました。これ練習ちょっと腰を落としました。今の右ストレート練習の時からですね要注意だったんですよ、はい、そうね。小林が肩にかかって攻めるとやはり相手も目がいいから危ないですね、うん、さあ小林が接近していきます。ボディーブローを打つ。相手を研究しております。チャンピオンのゴメスです。レフェリーの張り切りですがお互いに足元注意。小林がヘッドスリップでこのパンチをかわします。第1ラウンド、第2ラウンドとも非常に迫力のある打ち合いです。チャンピオンのゴメスも21歳の若さ、しかもラテンの血を引いております。大変に気の強い選手。連打が出ます。チャンピオンの連打ボディブロー。チャンピオンの連打ボディブロー。第2ラウンド終わりました。これも激しい打ち合いでした。これも激しい打ち合い。白井さんの採点は互角です。小林も非常にいい攻めをしているんですがやはりディフェンスの隙間を突かれていい感じを打ってます ね。今本当にねチャンピオンね右のクロスいいの打ちましたね。そうですね、一瞬腰越したですね小林もね。チャンピオンの硬さがちょっとほぐれてまいりました。第3ラウンドチャンピオンがうまく足を使うようになりますと小林は苦戦です。さあ打ち合いになった。また打ち合いです。非常に目のいいチャンピオン。ボディーブロー。チャンピオンのボディーブローです。まあ、ゴメスは小林についてはアルゲリオと戦って小林がボディーブローで倒れた試合、これをフィルムで見てよく研究。ああ、左フック。決まった。左のフック。これは決まった。これは外向ける。立てそうもない。
無理。今のパンチ打ちましたよ。決まりました。ものすごい左決まった。セブンです。エイト、ハリーギブス。再戦やらせるか。どうもダメでしょう。もうこれは無理です。これは無理です。でもカウントしますね。これは無理ですね。カウントしますね、一応。小林は完全に目が後ろ。ダメですね。ものすごい左服が決まりました。完全に目が後ろです。チャンピオンのゴメス、2度目の防衛なる。いやしかし白井さん、はい、想像したよりも、まあ、激しい打撃戦だったんですが、そうですね、しかしチャンピオンのゴメスの左服は見事でしたね。それとね、また想像した以上にですね、チャンピオンのね、パンチはシャープですよ。そして強打ね、とにかく 1、2 回はかなりね、小林に打たれたんですけどね、非常に冷静に、かつまたよく考えてですね、やってましたね。嬉しそうな、ご覧ください、世界ジュニアフェザー級チャンピオン21歳のゴメス、そして敗れたロイヤル小林。第3ラウンド、ゴメスの強烈な左フックが顎に決まりまして、チャンピオンのゴメス2度目の防衛になりました。